どうも、ケイスケです。今回ですけども、カイ選手が、岩手さんの方に、移籍したということで、急遽、動画の方を回させていただいております。急遽ね、動画を回したので、何を話すか全く決めてませんが、まあ、いても立ってもね、いられなかったので、まあ、動画を、回させてもらいました。まあ、正直ね、今回の移籍の、リリースがあった時に、やっぱり悲しかったですね。まあ、カイ選手がね、FC 岐阜にね、いた期間っていうのは、本当に苦しいことばっかで、まあ、降格もしたし、まあ、J3 落ちた後もね、昇格できなかったりとか、まあ、去年もね、まあ、カイ選手がキャプテンでいろいろ背負ってくれて、チームをね、引っ張ってくれたんですけど、まあ、昇格できなかったっていうことで、今年こそね、絶対に J2 昇格して、まあ、カイ選手と一緒に、嬉し涙を流したかったっていうのが本心です。だけど、そういう気持ちもありつつ、カイ選手のことを考えると、正直もう J3 でやることはないかなっていうふうにも思うので、上のカテゴリーで、挑戦してほしいなっていう気持ちもあったのも、正直なところなので、まあ、今回 J2 に昇格した岩手さんの方に移籍するっていうのは、甲斐選手のことを考えるとすごく良かったんじゃないかなっていうふうに思います。やっぱり、秋田監督の下で、元ね、日本代表のセンターバックのね、監督なので、甲斐選手自身、ポジションが一緒なので、さらなるね、成長するためには、とても素晴らしいクラブに行くことになったと思うので、このね、秋田監督の下で、もっともっと成長してほしいなっていうふうに思います。甲斐選手とのね、思い出、本当にいろいろたくさんあります。最近で言えば、必勝祈願で、甲斐選手とお話しさせてもらった時も、すごくね、笑顔で、対応してくれましたし、スタジアム満喫コースの時も、選手たちが練習行く前に、メッセージボードを持ってね、僕が立ってたんですけど、その時も甲斐選手、僕のメッセージボード見て、ありがとうございますっていう風に言ってくれたりとか、本当にプレーももちろんね、すごいんですけど、プレー外のところでも素晴らしい選手だったので、そんな選手がね、いなくなるっていうのはすごく悲しいです。だけど、甲斐選手が、このクラブにね、残してくれたものっていうのは、本当にたくさんありますし、まあ、そのね、残してくれたものを無駄にしないためにも、今シーズンね、必ず、J2 昇格して、2023年は J2 の舞台で、甲斐選手とまた会いたいなっていうふうに思います。あとはね、うちの母親も最近 FC 岐阜のサポーターになったんですけど、まあ推しメンが甲斐選手だったので、甲斐選手が今回移籍することになってすごくショックを受けてますし、ただね、本当に甲斐選手のおかげで、うちの母親も岐阜のね、サポーターになってくれたと思いますし、本当に、うちの母親だけじゃなくて、甲斐選手のおかげでサポーターに、ね、なった方っていうのは、たくさんいらっしゃると思うので、今回の移籍はショックな人はね、多いんじゃないかなっていうふうに思います。ただね、甲斐選手がね、J2 で活躍する姿を見れれば、多分うちの母親も元気をね、取り戻せると思いますので、なんとかね、岩瀬さんの方でも頑張っている姿をね、サポーターの僕らに見せていただきたいなというふうに思います。そして、岩手サポートの皆さん、甲斐選手、本当に、素晴らしい選手です。僕の、個人的意見で言わせてもらうと、J3 で最強のセンターバックだと思います。そのね、甲斐選手が岩手さんに加入するので、必ずね、甲斐選手なら、岩手さんを、J2 上位に導いてくれると思いますので、ぜひともね、甲斐選手のことを、よろしくお願いしたいなというふうに思います。今回はね、甲斐選手について、僕のね、気持ちを喋らせていただきました。今回の動画も最後までご視聴ありがとうございました。またね、次の動画でお会いしましょう。待ってるのは最高の週末だ。甲斐選手、さよならは言いません。またいつかどっかで会いましょう。